Hero, hero, 탐대단. 妊娠したからって出産できるのは当たり前じゃない。どんなに努力していたって赤ちゃんが健康で生まれる保証なんてない。だからこそ他人の悪意のない言葉でもひどく傷つくことがある。みんなはベビーベッドに貼られたこの紫の蝶のステッカーの意味を知っていますか？はあ、今月もダメか。うん、来ちゃった。ただでさえ生理ってしんどいのにメンタルにも来るね。私はヒロミ、夫のケイタと結婚してもう3年になる。ケイタも私も保育士で、もちろん子供が大好き。だから早く子供が欲しいねと結婚する前からずっと言っていた。でも結婚して3年が経過しても赤ちゃんは私たちの元に来てくれなかった。お腹に来る前の世界で誰がヒロミの子供になるか揉めてるんだよ。何それ。ケイタはいつもこうやって私を励ましてくれる。そんなケイタが大好きだった。だからケイタさえいいなら子供がいないという選択肢もありなのかなってそう思い始めていた。子供がいることが人生の幸せとは限らない。結婚や出産だけが幸せの形じゃないんだから。だけどそれから2ヶ月後異変が起きた。胃がキリキリする。おかゆ作ろうか？ありがとう。じゃあ私軽くおかず作るよ。いやいや、それじゃ意味ないじゃん。休んでなよ。臭い。って、どうした？大丈夫？胃の不快感がひどく、冷蔵庫の匂いや三角コーナーにあるゴミのかすかな匂いでえずいてしまう。そんな状態が数日続いた頃、あることに気づく。そういえば私、今月まだ生理来てない。妊娠していますね。あれ、胎嚢が2つあるね。双子だ。双子。一度に2つの命を授かった。その事実に驚きを感じつつも、私の心は喜びでいっぱいだった。本当に？双子って、そんなの最高じゃん。でしょ、可愛いだろうな。お揃いでお洋服着せたりしてさ。うちのクラスにも双子ちゃんの片方いるけど、双子ってほんと可愛いな。よかった、私お母さんになるんだ。ケイタもパパになれる。ケイタに報告したら思っていたよりずっと喜んでくれた。それからケイタは検診の度に一緒に来てくれるようになった。堕胎妊娠はリスクが他の妊婦さんより高いので、パパの協力も不可欠と言いたいところですが、心配なさそうですね。むしろ僕が産みたいくらいです。もうケイタったら。ケイタは本当にいろいろしてくれて協力的だった。仕事の帰りにヒロザラスに寄ったんだけどさ、見てこの服可愛いでしょ。黄色ならどっちでも着れるし。可愛い赤ちゃんとヒロミのためとニコニコしているその姿が私は大好きだった。可愛い、早く着せてあげたいね。私たちは4人での生活に夢を膨らませていた。その時間はあまりにも幸せで、こんな優しい時間がずっと続いていくと思っていた。しかし、どうしたんですか？何回目かの検診。この日の先生はエコーを見ながら笑顔を見せてくれなかった。何かあったんですか？写真を見てもらいたいんですが、こっちが女の子で、こっちが男の子です。それで男の子の方は無脳症です。無脳症？脳が発達しないので、生まれても死産、もしくは生まれて数時間で亡くなってしまうかと。そんな、どうにかならないんですか？残念ながら、これは治療や手術でどうにかなるものではありません。そんな、嘘。私はそれからしばらく泣いていた。頑張ってお腹の中で成長しているのに、その命は生まれてすぐに消えてしまう。それがあまりにもかわいそうで。だけどケイタはそんな私をまっすぐ見てこう言った。なあ、俺考えたんだよ。男の子の名前、空にしないか。空？ああ、そうだよ、天国のある空。確かに死んでしまうかもしれないけど、今は大事に育ててあげよう。ヒロミと俺の目いっぱいの愛情でさ。私たちはそれからたくさんお腹の子供たちに話しかけた。歌を歌ったり、絵本を読んだり、たくさん愛情をかけた。そして、空、来てくれてありがとう。かわいいな。本当にかわいい。双子は帝王切開で無事に生まれ、空はすぐに死んでしまうと言われていたけれど、なんと3時間も生きていてくれた。みんなで最後まで一緒にいられるよう、特別な部屋と保育器を、病院も用意してくれていた。みなみ、1分違いだけどお兄ちゃんだぞ。みなみにそっくりでかわいいだろ。ずっと2人のこと愛してるからね。生まれた女の子の方にはみなみとつけた。そして私たちは息を引き取った空を見送り、しばらく泣いた。そして悲しみが言えないまま数日が経過し、私は初めて授乳室に向かった。切ったお腹の痛みに耐え、前かがみになりながらゆっくりと授乳室に入ると、助産師さんと一緒にミルクをあげている女性がいた。やっぱりこっちの子は哺乳力が弱いね。体重増えてないですもんね。私はミナミを抱いて助産師さんに言われた通りに母乳を与える。どうやら隣の女性は双子を出産したようだった。この人はどっちも無事に出産できたんだ。会話を聞いていると悲しくなってくる。涙が出そうになっていると、その女性が
が私に話しかけてきた。とっても可愛いわね。元気に飲んでて羨ましい。うちは低体重の双子で全然飲めなくて、母乳は無理そう。一緒に退院できないかもしれないし、あなたは双子を産まなくてよかったわね。あ、うん、女性に悪意はない。彼女なりに大変なんだ、そう思う。だけど私はその言葉にショックを受けて黙り込んでしまった。そして病室に戻った途端、糸が切れて病室で大きな声で泣いてしまった。まるで子供のように何時間も。そして私は決意したんだ。大丈夫ですか？赤ちゃんに母乳をあげたらちょっとお話ししましょうか。はい、お願いします。私はそれから数年後、あることを世界に少しずつ普及させることにした。それはこの紫色の蝶のステッカー、それから産婦人科用の掲示板に貼る用のメッセージ、パートナーまたは家族や友人として訪問する際にはこの蝶のステッカーに注意してください。これは様々な理由によって兄弟姉妹を失った多胎妊娠の赤ちゃんの保育器に貼り付けられています。私たちは南が生き残ってくれたことに心から感謝しつつ、同じような事情で傷つく人が増えないように、知らぬ間に自分が誰かを深く悲しませないように、そんな願いからこのステッカーを作った。世界に普及させるのはまだまだ時間がかかるけど、あなたにも知っておいてほしい。少しでも優しい世界であるために。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ミロミロ探偵団。